あっちこっちすごいねんで。せーの、いつもお肉食べるんやな。何がお肉食べるんや。おいっこもお肉食べるんちゃう。なんでこんな遅いん、いつも。マジなんでこんな遅いん。35から40ぐらいでしょ多分ね。そうな、うん。じゃあ今日の狙い台とかの話をしていきましょう。そうですね、はい、またリゼロが増えました。そうです、増えたんですよ。ワンボックスまであと2台らしい。あー、もうセントセイヤがな、こうなんでしまってそうみたいですね。そう、書いてました。ワンボックスいっちゃうんじゃん。いや、そう、多分最終目標はそうなんちゃうか。もうこうなってくるとリゼロ打てと言わんばかりの感じになってきてるよね。リゼロかな、どう思う。なんですよね。でも窓通もちょっと入ってる。そうなの。とりあえず番長ですかね。じゃあ、あんな見せつけられたらな、うん、先月の27年、うん、万前に台。リゼロ行ってから番長は行けないと思う。うん、そう。番長行ってからリゼロは行けると思う。うん、そう、確かに。うん。うん、いつもはそう。普段からの傾向からしたらそうですね。そうですよ。十五。よかったな。みんな万枚を狙いに来てはる。本日12月18日、今日は土曜日です。アムディ東松戸店様、コンパス抽選、私、今日は35名から40名様ほどかな、やって。で、最終的な入場は13番でした。よし。で、番長が取れました。で、なちょっとな、窓通とかも見てたんですけれども、埋まりが早かったです。私よりは、先とかちゃうかったかな、忘れたけどな。そう言うて、ほんで、まあ、もちろんほんで番長もやっぱ埋まってんねんで。そうやっぱ最新台と番長3、この辺りからみんな埋まっていきはりますね、言うて。で、私はこの番長3の内角にしました。2101番台です。やります。よし、まんまや。108ゲーム、弁当を引きました。その前にチェリーも引いてます。チェリーちゃう、多分。はい、初対決あかんかったわ。おい、誰か絶頂引いてくれ。
そうね、さっきの続きかな。128ゲーム特訓です。よっしゃ、怪獣まで行ったわ。なんか怪獣まで行った、いけるかもしれん。わし今日1万7000円しか持ってきてないのに、これ足りるわ。まだあさん調理実習や、なんで、もういけた気になってた。いけたわ、だって恐竜やもんな。はい、ありがとう。恥ずかしい、それは恥ずかしい。初めてベルが割れました。18ベル対決です。おい、わしもまだ通過ギア装置さん来たぞ。185ゲームチャンス目を引きました。足りるかもしれない。よし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 。またベル引くのやろ。ほんでわし、はい、ありがとう。ほんまに当たったわ。投資7000円、ゲーム数は217ゲームです。何にもないまま来てもうたで。あ、剣ちゃうか。いけたわ。何にも上乗せを取ってないのにいけました。あれっちゃいけん。いけるかな。あかんか、やっぱな、上乗せっこも取ってないもんな。はい、2連で終了。179枚です。普通の画面終わってなかったわ。ありがとう。上乗せ取ってないし、初回対決ちゃうのに3連もしてくれるはるわ。あるんちゃうか。おかしいな、いけんのんちゃうかこれ。なんでこんなループすんの。いや、いいことやで、もちろんいいことやねんけど。本当にか、エンちゃんこれ。なんかやったか。さすがに無理か。4連357枚で終了かね。1個も上乗せは取ってないのに4連してくれはりました。4連ほんまにおしまいや、ほんまにおしまいやな。普通の画面でおしまいよりな。
な。は？口マーメイド降りてない。そうやで。いや、ほんま。あっちこっちすごいねんで。あんなお隣さんはなあ、フリーズを引いて、ほんで強弁当を引いて、ほんでなあ。シェリーで解決です。いけるか。特訓か。特訓行くやつや。いけるか？ありがとう。やっとか。ソーベル180とかやったかな。ほんま天井間際やな。はい、行ってきます。やっとや。俺の歴史にまた1ページ。はい、チェリーからの対決、特訓お手本で対決かな。次回予告が出てくるはったので、行ってきます。本日の総投資は35,000円です。はあ、長かったー。ゲーム数は1373です。上乗せは一つも減っていませんが、女の子でした。女の子なんやってん。せーの、
先生どうですか今日は。結構です。今日は一番ダメなパターンですね。はい、窓つまちょっと良さそうやね。あ、そうか、窓つまんだ。あたりもかなり出してもコントロ入る。うん、今日例えばリゼロにお客つけたいと思ったら、うん、あの台数でばらけて入れてたら絶対難しいでしょ、うん、何かしら仕掛け作んないと、うん、そうかもしれない。いくらちゃんつける？どうやるか、怖い怖い。はい、お昼から戻ってまいりまして、ブラブラしておったらお昼に行く前にちょっと悩んでたリゼロ松尾号のやつ、カードやめのやつが空いておりましたので、これをやります。松尾号言うたらな、番長3の松尾号で絶頂を確認いたしまして、すごいこと起きてる。217ゲーム全長です。ゲーム数は754ゲームです。本日の総投資は52,000円です。 A の天井です。58%です。あ、や、うわー、ありがとう、助かったわ。本日の投資52,000円で花が好き言うて A 点の勝ちでございます。神の恵みじゃ、ありがとう。10よっしゃ、30 10、すごい、パッとせんな、パッとせんな、パッとせんわ。85ゲームか、もうちょい欲しかったな。通っただけありがたいと思う。ビーチバレーよ、いけるかもしれん。無理か、
ただいたんでしょ。はい、いただきました。番長で大勝ちしたフォロワーさんからいただいたんでしょ。はい、そうなの。じゃあそんなイクラさんの収支は、イクラさんの収支は、はい、投資52,000円。しょうないやん。ほんまどうしようか思ったよな。いいとこなしやったな今日。回収1122,122枚。はい、はい、ちょっと戻ってきた。そうだね、 A を通しましたのでちょっと戻ってきたんですけれども、全然負けです。うん、うん、俺もそれぐらいだ負け。なんでなんでやねん。いや、プチマーメイドがさ、なんでプチマーメイドやねん。いや、プチマーメイドなかなかないんで、もうすぐなくなるでしょ。そりゃそうやな、うん、そりゃそうやわ、うん、そう、だから1回光らせようと思ってさ、そしたらなんか420ハマった。え、グレーの曲聴いたからプチマーメイド行ったんちゃう。違う、その前から行ってたよ。あ、そっか、あれ昼かわしよ。すぐ行ったの。あすぐ行ったっていうか、もう一周してるやつ、やることないなと思って。グレーさやと思われんで。やることないなと思って、プチマーメイドでも打つかと思ったら、もう全然ダメよ。見たわ、わし、こう422。あれはね、本当にね、入れちゃうね。ついつい入れちゃう。嘘やん。うん、いや、俺もう4号機のプチマーメイド持ってたからさ、好きなんや。そう、やら、スロットを始めたばっかの頃にプチマーメイド打ってたんだよ、よく。それはちゃんと狙いに行って、もちろん。いや、狙いに行ってない。だその時だから、もう本当に始めたばっかの頃、指名ジョージさんって言ったら。そうそうそう、ジャグラーよりプチマーメイドの方が多かったんだから。そうだな、うん、なんで。そうなんや。プチマーメイドでしょ、大量で、ジャグラー、あー、そう、そっち系か。うん、そんな幼き頃のおかへんを魅了したプチマーメイドの新作が、そう、新作って言っても古いけど、うん、そうやったんやな。よく我慢してたな、逆に今まで。うん、そうか、まあでも負けは負けよ。うん、だから俺新潟行った時もさ、プチマーメイドだって言ってたじゃん。プチマーメイド好きなんで。プチマーメイドめっちゃ、そう、プチマーメイドの反応めっちゃ早い。そう、そうな、プチマーメイド。でもな、なんか確かにそのプチマーメイドが入ってるお店でちょっと合算が良かったですみたいなツイートかブログかをなんか昔わしが書いた時に、え、プチマーメイドに入ってるのみたいな、うちさん行きたいみたいな、結構なんかお声をいただいたから、あ、人気なんやなっていうのはわしもその時思った。うん、ひそかなね。そう、そう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 、そうなんや。そうやねんよ。うん、そうやな。あのね、タコを取り壊すんだよな。タコ狙わないと。海なんや、海みたいな感じ。海仕様なんやな。そうだよ、海でからな。そう。タコを取り壊すんだよ。だからそこが難しいよね、ちょっと。で、タコが結構出てくんのよ。うん、ジャグラーのベルとかピエロとかの火じゃないの、うん。タコが結構頻繁に出てくるから、うんうんうん、結構タコ狙わないといけないからめんどくさいんだけど、うんうんうん、そう。でもね、いいんだよ。面白いんや。うん、全然やったことないわ。そうな、そんなんやめてよ、とちょっとしかないのに、うん、打ち下がってきたよね。やっぱりな、まあ、ここはまあ、うん、そのプチマーメイド部門とかで言うと、前スモモちゃんとかが結構合成確率がそれこそ良かったりとかしたんですけれども、今日は、うん、あ、今日番長で絶対見ました。メインどころ、うん、ベリベリメインどころの番長3、夏日ゴーンところで絶頂を見ました。うん、あとはあの反対側のイクラさんがいた方の列で、あそこ3台まだ粘ってるね、ずっとね。同じ方ってこと？多分同じ方だと思う。あんのかもな。なんか出たんかな、なんなら。わかんない。だからんね。あそこ並びの可能性はあるよね。うんうんうん、でもそういうなんか並びとかやってくれないと結構難しいよ。そうな、うん。確かにな。あるかもな。次回並びお願いしますよ。並び。もちろんな。店内全部でもいい。あとはどうですか。あとは、あ、リゼロから西ロが出ました。西ロが、そんな、そんなスロット動画ないだろう。あるやん、246が出ましたみたいな。ないだろう、246が出ました。結構ある、はい、それは出るだろうって感じじゃん。西ロが出ました。でも宣言って出した時も落ちって言ってもうたもん。西ロのことなんかあそこだろ、あの並びだろ、ずっと粘ってんの、うんうんうん、ずっと粘ってる人がいるじゃん、うん、いらっしゃいますね。うん、あそこが当たりなんでしょう。
でしょうね。うん、じゃあまあ次回また頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。おめでとう。今日もメイクドリーム鳴らす。サッシー風にメイクドリーム鳴らす。メイクドリーム鳴らす。ちょ、サッシーどんなやろ。もうサッシーのまでできへん。悲しい思いをした、サッシー。悲しい思いをした、いくら。じゃあそんなところで、はい、はい。